新婚当時、同居してたトメは、嫁は奴隷と思い込んでいたみたい。朝から晩までこき使われて、飯はまずいだの掃除が下手だの、言いたい放題。さらにエスカレートして、おかずは捨てるし、寝室は漁られるしのやりたい放題。夫のいないところでやるから、夫に説明しづらくて、そのまま一年。でも、さすがに夫もおかしいと気づいて、聞いてくれたので説明したら、激怒して、バタバタとその足で、トメを締めに。トメは反省するどころか。いいじゃないの。嫁なんてそんなものなのよ、昔っから。あんたも、姑って立場になれば楽しめるわよ。だから、なるべく男の子を産んどきなさい。と開き直る感じ。で、夫は、私が泣いてるのかな。って思って振り返ったら、私が笑っててびっくりしたみたい。ええ、いびられるの楽しいですよ。だって、お母さん、気づいてないんだもの。私、ストレス発散するの得意だしさ。お母さんのだけに、ご飯に、唾を大盛りで入れたり、お母さんの歯ブラシで、便器の中を洗ったり、お母さんのコップで、魚の水槽のお水を汲んでみたり。と実は、トメの私物でストレス発散してたことを暴露した。トメはその場で、出て行け、離婚だ。って叫んだけど、夫が、アホか。そんな風に嫁を追い詰めたの、そもそもお前だろ。ああ、出て行くわ。離縁だ。と言って、私の手を引いて、そのまま私たちの自室へ。その後、夫に、なんで早く言ってくれなかったんだと言われたけど、こんな仕返ししてるのバレたら、ぶっちゃけ嫌われると思って。でも、夫に、そこまで追い込んだのは、奴なんだから、もっと早く言え。と、私も、軽く締められ、今は無事に引っ越して、2DK のアパートで楽しくやっています。本当は、告白したこと以外も結構やってたんだけどね。黙っていよう。トメのご飯だけ、抜いた脇毛をインとか、洗浄中の入れ歯のポットに、生姜汁をインとか。ああ、トメ専用のタオルで、必死に換気扇を磨いたのに、なんで気がつかないで顔を拭いてたんだろう。基本的に、毒は入れてないです。薬とかも、食べられると思うものだけです。ああ、書き忘れた。そうそう、何かの漫画で見た、脇の下で、トメのおにぎりを握ってみようとしたけど。あれは、熱すぎてできなかったわ。やろうかなとか思ってる人は、ちょっと注意ね。ベッタベタになるし。